イオングループ、オリジン投資オリジン投資株式会社は、総菜、弁当の製造、販売を中心とするイオンの子会社である。本社は東京都調布市、持ち帰り弁当チェーン、オリジン弁当、中華料理チェーン、中華投資などを展開する。総菜は外部委託している。設立は1966年9月。創業者である、 阿ザワ秀デが有限会社東州を設立し、翌10月に中華料理店東州を世田谷口とセフナ市に開店。1976年に株式会社化。1982年から持ち帰り弁当事業を始め、現在の同社の中心である総菜と弁当の平売店オリジン弁当は、1994年3月に川崎市に第一号店を開店。 1997年には社名を株式会社投資からオリジン投資株式会社に変更。2005年3月にはオリジン弁当600号目の店舗となる東久留米前沢店を開店。1997年12月18日にジャスダックにて株式公開し、2005年3月23日には東京証券取引所第2部に上場した。しかし、 2006年1月にドン・キホーテが同社に対する株式公開買付を発表。これに対し、同社取締役会が反対の意向を示し、ホワイトナイトであるイオンによる TOB に賛同する意向を表明した結果、同年3月にはイオンが発行済み株式の96.01%を所有する筆頭株主となった。またこれに伴い、 同社は2006年7月27日に上場廃止となった。2005年8月、オリジン投資で、経営人と創業者遺族の間で、意見の相違が生じたことから、ドンキホーテと安田隆夫社長が共同で創業者遺族から、オリジン投資の株式23.62%を取得した。ドンキホーテとしては、オリジン弁当の弁当販売を組み込んだ。 次世代型コンビニエンスストアの事業化を計画していた。しかし、オリジン投資経営陣の消極的な姿勢から2006年1月15日に突如、オリジン投資株式の公開買い付けを発表。この敵対的 TOB に対しては、オリジン投資の取締役会、従業員ともに反対を表明する中、イオン株式会社がホワイトナイトとして、 有効的 TOB を実施することを発表。オリジン投資の取締役会、労働組合が賛同した上、イオンの取得価格が高額だったこともあり、2月9日、ドンキホーテの TOB は不成立に終わった。これでイオングループ入りが確実になったかと思いきや、2月10日から15日の間に、ドンキホーテが株式市場にて15.28%のオリジン投資株を 追加取得して、特別関係者である、株式会社セルバンテスト、安田高尾会長の保有分を合わせ四十六点二一パーセントを保有する株主となり、次世代型コンビニエンスストアの事業化を求めた。その後、二月二十一日から二十二日にわたり、イオンの岡田元也社長とドンキホーテの安田、高尾会長のトップ会談が行われた結果、イオンが実施中だった公開買い付けに対して、 ドンキホーテが応募する形で撤退することを決定。3月13日に TOB が成立し、3月20日にオリジン東州はイオンの子会社となった。グループ化により、ジャスコウラービエン店などでオリジン弁当のコーナーを新設した。また、2011年4月からは当社が展開しているオリジン弁当の商品やノウハウを総合スーパー、イオンの 惣菜売り場に導入したほか、同年9月から発売されていたイオンのプライベートブランドトップバリューレディミールのチルド惣菜の一部製品の監修も行っていた。さらに2012年12月1日にオリジン弁当と中華当週に電子マネー和音を導入したオリジン弁当に関するカテゴリー。ありがとうございます。